はるまさん、こんにちは、安彦です。それでは今回なんですけども、ファミペイを使えばファミマの商品が一部安く購入できますということで、今回は僕は全然知らなかったんですが、ファミペイを使ったら一部安く購入できる商品がありましたので、そちらについて紹介していこうと思います。ということで、それがこちらですね。左の赤いところなんですけども、こちらを読むと、人気商品でも展開中、いつでも何かがお得ということで、このショートカードが目印と出ていますね。これって僕の記憶が定かではないんですが、確かファミマ T カードの時もありましたよね。ファミマ T カードを使えば少し安くなるみたいな、間違ってたらすいません。なので今回はそれが進化してファミペイバージョンになったんじゃないかなというふうに思います。まあそれではざっとどんな商品があるか見ていきたいと思います。まあ少し見えにくいかもしれませんが、商品の右に青く表示されている価格がファミペイを使って購入できる金額です。まあ例えばコーラやコカ・コーラゼロでしたら、定価の42円引きで109円で購入できたり、下の裂けるチーズは100円で購入できたりします。あとはリンゴジュースやボスの缶コーヒーがまあ100円で購入できたり、あとはアクエリアスやカルピス、三ツ矢サイダーなども109円で購入できますね。ちなみに右の方にもありますが、実施期間もあったり、実施エリアも様々ありますので、気になる方は下の概要欄に公式のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに僕も早速どんな風になっているか気になってファミマに行ってきましたら、こんな風にラベルが貼ってありました。そして早速コーラを購入して109円で購入できました。で、あと全然関係ないんですけども、以前動画でも紹介したこのコーラが現在キャンペーン中で、 LINE ポイントが当たるキャンペーンがありまして、見事に20ポイント当たったので、ちょっと得した気分になりましたね。で、今回の内容からすると、まあこれを見てまあスーパーで買った方が安いという方もいると思うんですが、ファミペイに関してはどちらかというとファミリーマートをよく使われている方に本当におすすめですね。まあ現在はファミペイをインストールしたら現金だと 10%、 クレジットタイプのファミマ T カードだと 15% のチャージをして還元を受けることができるので、ぜひですね、今のうち始めておくのもいいのかなと思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。